ゲイリー・ホッキングは、ローデシア出身のオートバイレーサー。ロードレース世界選手権で二度世界チャンピオンとなった、ライダーである。ウェールズで生まれたホッキングは、幼い頃に家族と共に、南ローデシアに移り住んだ。10代の時にグラストラックレースを始めたが、ほどなくして、ロードレースに進んだ。その頃に、家族はイギリスに帰ったが、ホッキングは一人ローデシアに残って、 レースを続ける道を選んだ。1958年、国際レースへ挑戦するために、ヨーロッパへ渡った同郷の先輩でもあり、友人でもあった、ジムレッドマンの後を追うように、ホッキングも、ローデシアを後にした。レッドマンが用意した 350cc のノートンと、500cc のレグダーデンでマン島 TT レースに、出場したホッキングは、 結果は出せなかったもののレグダーデンの持ち主にこの時の走りを認められて援助を得ることに成功しニュルブルクリンクで行われたドイツ GP では3位という結果を出したこの年のシーズンオフホッキングは万島南部にあるジョージコステーンの家で過ごし TT レースのマウンテンコースを学んだそして望んだ1959年のン島ジュニアクラス ホッキングは結果こそ10位と入賞外となったものの、これは予選22番グリッドからの驚異的な追い上げによるものであった。1959年シーズンは東ドイツのメーカーである MZ のファクトリーチームに迎えられ、250cc クラスでグランプリ初優勝を含む2勝を挙げて、ランキング2位を獲得した。1960年、当時最強を誇っていた。 メガボルト・アグスタからのオファーによって移籍したホッキングは、125CEC、2 5 0 c c 3 5 0 c c の3クラスで、ランキング2位となる活躍で、メガボルト・アグスタの期待に応えた。そして1961年、ホッキングは四輪レースに転向した、ジョン・サーティースの後を受けて、メガボルト・アグスタのエースとなり、 他の小規模メーカーの抵抗をものともせずに 350cc クラスと 500cc クラスのダブルタイトルを獲得した。ドイツ GP の 500cc クラスでは全車を周回遅れにするほど、この年のホッキングとメガボルトアグスタは飛び抜けて早かった。しかしこの頃、ホッキングは精神的に不安定になっており、翌シーズンの初めにはロードレースのことを、 友達同士で殺し合いをしているようなものだと、レッドマンに語っている。そのような状態で迎えた1962年のマン、島ジ,ジュニアクラス、2位を走っていたホッキングを、猛追していたホンダに乗るトムフィリスが転倒、病院への搬送中に死亡するという事故が起きた。ホッキングはそのまま2位でゴールし、続く、シニアクラスでは優勝するという走りを見せたが、 友人であるフィリスの事故死に動揺して、レッドマンには自分がフィリスを殺したと漏らした。そして満島の後、メガボルトアグスタ本社を訪れたホッキングは、オーナーのドメニコアグスタ卿に契約の解除とロードレースからの引退を申し出た。ロードレースから引退して、ローデシアに帰ったホッキングであったが、モータースポーツから引退したわけではなく、 中古の F1 マシンを手に入れて四輪レースへの参戦を始めた。危険な二輪レースに比べれば四輪レースははるかに安全であるとの判断からだったが、皮肉にもホッキングは四輪レースによって命を落とすことになる。四輪でもすぐに実力を発揮したホッキングは F1、チームのオーナーであるロブ・ウォーカーの目に留まり、この年の年末に開催が決定していた。 南アフリカ GP の前哨戦であるナタールグランプリに出場することになった。ホッキングがダーバン近郊にあるウェストミードサーキットでナタール GP への練習を行っていた時、高速コーナーに向かうストレートで突然彼のマシンは挙動を乱した。コースを外れたマシンはコース脇の排水口にヒットして宙返りの状態となり、 スピードを落とすことなく続く高速コーナーのバンクに激突する単独事故を起こす。この事故でホッキングは25歳で死去。この時現場に居合わせたレッドマンはハンドル操作やブレーキで事故を回避しようとした形跡がないことに加え、前日レッドマンの家に泊まったホッキングが朝食の際に水分を取らなかったことから、 猛暑の中での脱水症状によって意識を失っていたのではないかと考えている。レッドマンら親しい友人たちはホッキングのことをソックスと呼んだ。これは彼が靴下を履くのを嫌っていたことに由来する。ありがとうございます。